10年前と同じや。もう何も怖くないよ。火災で全てを失った夫婦が店を持つ夢のため再出発に選んだ手段は。お前に会わせてもらった。やっと人生立て直す気になれた。こげらもいらんしょったのか。じゃんかじゃんちょっと、いや頑張ろう。一日も早くお店始めて、これ倍にして返そうね。どれくらいかかんの？300。一沢ならやめましたよ。まだまだ足りん。全然足りん。お前の足りんは金やなくて腹いせの足りんたい。女ん人んこともその女のまたぐらに顔突っ込みよる俺んこともなぶり殺しにしてやりたいっちゃろ。みんな寂しくて惨めな思いを抱えているのよ。結婚結婚って思うほどのもんじゃないですよ。結婚もできないような人間だと思われることをくたびれてるだけです。ああ死ねや。諦めたのは俺のせいか。狂い出した運命、男と女たどり着く先は夢うる二人。